トガリアンコウザメスコリオデンラッテコーダスは、メジロザメカに属するサメの一種。インド用、西太平洋の熱帯に生息し、大きな群れを作る。体長72センチメートルで、平たい粉が特徴。餌は、小魚や無脊椎動物。魚類の中では最も発達した体勢。メスは、毎年、6ヶ月の妊娠期間を経て6から18匹の子を、産む。人には無害。 漁業上の重要種で IUCN は保全状況を純絶滅危惧としている。1838年、ドイツの生物学者ヨハネス・ペーター・ミューラーとヤーコップ・ヘンレによってシスタマティッシュ・ベシュレイ・ワング・デア・プラジェスタマンに記載された。ホロタイプはフンボルト博物館所蔵の42センチメートルの剥製と推定される。俗名スコリオデンは古代ギリシャ語スコレックス。 エーデン、種小明ラッテコーダスは、ラテン語、レイトス、カウダに由来する。形態系統学、分子系統学のデータからは、本種は、ヒラガシラ属、イタチザメと共にメジロザメ化の規定群を構成すると、される。さらに、解剖学的な類似は、指針予中期に、他種から分岐した、種目ザメとの類縁も示唆している。2012年の分子系統解析では、 ひらがしらずくとともに、とがり目覚めとの類縁関係が示唆された。体は小さくずんぐるしており、幅広い頭と非常に平たいシャベル型の風を持つ。目と鼻孔は小さい。口角は目のかなり後方にいたり、溝はあまりない。上顎死列25から33、下顎死列24から34。個々の歯は虚子のない細く健常で斜めの先頭を持つ。 胸びれは短くて幅広く、第一背びれは胸びれより腹びれに近い。第二背びれは尻びれよりかなり小さく、背びれ間に流気はない。背面はブロンズグレー、腹面は白。ヒレの色は体より暗い。最大74センチメートルだが、不確実な記録では1.2メートルというものもある。インド太平洋西部に分布し、タンザニアから南アジア。 東南アジアジャワ島、ボルネオ島、台湾、日本などで見られる。震度10から13メートルの沿岸の岩礁堤に生息する。マレーシアスマトラ島、ボルネオ島の河川下流域からも報告があるが、塩分濃度のデータがないためオメジロウザメのように、淡水に耐えられるのかは不明である。個体数が多いところでは、よく大きな揃った群れを作る。餌は主にアンチョビサイカ。 ハゼテナガミズテングなどの小型甲骨魚。時折、エビカニコウイカシャコなども食べる。上中ルーンクスタスラテップ、海中の妖精などの寄生虫が知られる。ハイランジの卵は直径 1mm 程度で直径 3mm 程度から栄養母体に頼るようになる。胎盤との結合は卵黄の尾から形成され、得意な中上構造とガス交換を行う。 毛細血管毛、長い付属物を持つ。胎盤組織はトロファニーマタスカップという構造物で子宮壁に接し、母体の血流から栄養が送り込まれる。これは魚類での胎盤性態性として最も発達したものである。メスは年に一度繁殖する。妊娠期間は6ヶ月で、出生時は12から15センチメートル、産子数6から18。 オスは24から36センチメートル、メスは33から35センチメートルで生成熟し、それに達するまでに6ヶ月マイナス2年かかると推定されている。寿命は、オスで5年、メスで6年。人には無害である。刺ヤミ、ハエナワ、底引きウ、ワナ、トロールウ、釣りなどで零細、商業漁業ともに広く捕獲されている。 肉はた魚の釣り絵として、ヒレはフカヒレとして、アラは魚粉として用いられる。また、肉を氷作産で処理し粉末状ゲルとすることで、サプリメント、生分解性フィルム、ソーセージの皮などにも用いられる。重要種だが、漁業統計データはない。1996年の報告では、中国市場で、また北オーストラリア漁業で見られる最も一般的なサメだった。 インドパキスタンでも大量に漁獲され、インドのある都市では1979から1981年にかけて年平均823トン漁獲されていた。カリマンタン島などで刺し網により混獲もされている。繁殖周期が短く多少の漁獲圧には耐えられるが、繁殖力自体は低いため IUCN は保全状況を純絶滅危惧としている。沿岸性のため、 沿岸の開発による影響も無視できない。ありがとうございます。